これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。ございます。やはり5月14日、月曜日。ただいまの時刻は8時1分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇。今日月曜日の担当は、私、明るく楽しく元気よくフリーで役者をやっております田原かなでです。おはようございます。これからの1時間お付き合いください。よろしくお願いします。またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。いやー、沖縄梅雨入りしたと言って、なんか梅雨入りしましたって宣言した途端雨が降らなくなったというか、だいぶ晴れが続いてるような気がしますね。なんか今日も結構太陽が出てて気持ちいい朝でしたね。はい、ですね、本日のトークテーマなんですけれども、早速いってみたいと思います。昨日日曜日が母の日だったということで、今日のトークテーマは、ですね、皆さんの家族のエピソードを、テーマにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、なので皆さんの中家族のこういう面白い話があったよとか、例えば昨日母の日だったのでお母さんの話とかちょっと聞かせていただければなと思います。はい、ではこの番組では、リスナーの皆さんからリクエストメッセージを募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャストユーストリームで動画配信もしております。皆さんおはようございます。はい、で FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっていますので、そちらからもお楽しみください。はい、家族の話じゃんじゃんお持ちしておりますので、はい、皆さんぜひメッセージ送っていただけると嬉しいです。はい、じゃあちょっとツイキャス触れますね。あ、ライチさんおはようございます。あ、アイミルキーさんもおはようございます。タケシーさんおはようございます。セニーさんもおはようございます。お、自転車見せタオさんですね。タオさんもおはようございます。ライチさん、快晴すぎん、梅雨は満開本当ですよねめっちゃ晴れてる、なんか全然降らない気がするね。なんか一瞬ね、バーっと2日ぐらい降った日はあったけれども、その後から全然降らないですね。はい、でもなんかやっぱり梅雨らしい湿気はあるというか、そんな感じはありますので、はい、 いやー、アイミルケさん、お、アイミルケさんおはようございます。今日誕生日なんですよ。おめでとうございますわー、誕生日いいですね。あ、なんか誕生日って自分めっちゃ大好きなんですよ。いや、アイミルケさんマジおめでとうございます。嬉しいですね、5月14日か。わー、素晴らしい。いや、もうじゃあ今日は誕生日お祝いとかしてもらえるのかな。もう楽しんでください。あ、恋するかっちゃんさん、かなでちゃん、リスナーの皆さん、おはちーす、おはちーす、おはようございます。はい、ではでは、ちょっと長く喋っちゃったかな。そろそろ一曲いってみたいと思いますね。はい、ですね、この曲私が大好きな、あのオーサムシティクラブというアーティストの方なんですけれども、はい、ちょっとこのオーサムシティクラブの曲を流してみたいと思います。
はい、それではお聞きください。オーサムシティクラブでサンライズメイド。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーな沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております。モーニング那覇、これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。はじめに今日の天気からお伝えいたします。今日はですね、曇り時々晴れということで、日中の最高気温の方が29度で最低気温が23度となっております。温度差がすごいありますね。はい、29度、まあ今日も暑い日になりそうですね。皆さん、もう夏に近づいてきておりますの、近づいてるというか、もうほぼほぼ沖縄は夏だと思うんですけれども、はい、だいぶ気温が高くなっておりますので、水分補給などはこまめに行うようにしてくださいね。はい、で、南西の風のち南の風、はい、波が1メートルとなっております。降水確率の方が6時から12時 10%、 12時から18時 20%、 18時から24時 10% と、比較的今日はもうずっと晴れなんじゃないかなっていう天気ですね。はい、ではこう続いて8時現在の道路交通状況をお伝えいたします。はい、ですね、義母からですね、鳥堀の交差点にかけましてだいぶ長い渋滞が、はい、あります。でですね、ここはどこかな、ですね、こちらは寄宮の方ですね、の交差点の方もだいぶ渋滞が長くありますね。はい、こちらも結構長めの渋滞が、で月曜日やっぱり朝だいぶね、休み明けですので、皆さん安全運転でよろしくお願いいたします。はい、で、こちらは旭橋の方から小羽倉にかけてもですね、こちらは今渋滞がだいぶ長く続いておりますね。ちょっとそれでは、こちら高速道路の方の、はい、状況ですね、見てみましょう。こちらは、沖縄道上りの方ですね、池の方から、夜間インターチェンジの方ですね、こちらが、除草作業をしているため規制がかかっております。はい、なのでこれぐらいかな、はい、この規制がありますので、皆さんそちらも注意して、はい、お出かけになられる、お出かけください、はい、よろしくお願いいたします。はいはいはい、そうですね、まあ、以上、そうですね、今日のお天気、8時現在の天気と道路交通状況をお届けしました。ありがとうございますグダグダやね今日あー、そうですね、ちょっとツイキャス触れていきたいと思います。あ、ライチさん、かなでさん、今日は時間配分気をつけてね、笑本当ですよ気をつけますね、マジであ、ツイキャスでもいっぱい、アイミルキーさんに誕生日のおめでとうコメントが届いてますね。で、ライチさん、クーラー買わないっていう件、本当ですね。あー、もう私の家まだクーラーあるんですけど、もうそろそろ掃除してつけれるようにしないとなと思ってます。昨日も扇風機つけて寝たんですけど、もうめちゃくちゃ夜暑くて何回か目覚ましました。はい、では、お天気と道路交通状況もお伝えしたところで、そろそろ曲いこうかな、どうしようかな、もう一曲いってみようかな。あ、そうですね、トークテーマのコメントもいくつかいただいてるんですけれども、こちらはまたフリートークのところでお伝えできればなと思います。よろしくお願いします。あ、とんこつちゅうさんもおはようございます。すいません、ちょっと見忘れた。あ、直樹先生も遅れました、おはようございます。よろしくお願いしますね。はい、ではちょっと早いけれども、
曲行ってみたいと思います。次がですね、あの前回先週なんですけれども、あのだいぶちょっとあのお前いくつだってぐらいの曲を流してたので、あの今日はちょっと最近のねポップな感じの音楽をちょっと流せていけたらなと思っております。はい、で先ほどがさオーサムシティクラブというところのあのアーティストだったんですけれども、次はあのミセスグリーンアップルというバンドのですね、はい、曲を流していきたいと思います。それでは聴いてください、ミセスグリーンアップルでスピーキング。ただいまの時刻は8時17分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス、こちら総合面からお伝えしたいと思います。キングス準決勝へ、 B リーグチャンピオンシップ。プロバスケットボール B リーグの2017-18 シーズンの年間王者を決めるチャンピオンシップは13日準々決勝を行い、西地区1位の琉球ゴールデンキングスはホームの沖縄市民体育館で中地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦し、第2戦を66-62、第3戦を17-12といずれも熱戦を制し準決勝進出を決めた。準決勝は19、20日の両日、千葉県の船橋アリーナで千葉ジェッツと対戦する。負ければチャンピオンシップ敗退となる名古屋との第2戦。キングスは試合開始直前から激しい1対1の守備で会場を熱くした。名古屋の素早い攻撃を捉え、簡単には終わらせなかった。攻撃も前日の反省を生かし、ボールを回し外から内へとパワフルに展開、ペイントエリアでの攻めにつなぎました。続きまして、同じく総合面よりお伝えいたします。失礼しました。続きましてですね、こちらは社会面から、タイムスお伝えしたいと思います。平和な島を思い一つ、基地ない沖縄実現へ、戦い抜く参加者決意。本土復帰から46年が経っても米軍基地が居座り続ける不条理に3500人が抵抗の拳を突き上げた。世界平和のために戦い抜く。宜野湾市海浜公園に集まった参加者らは、基地のない沖縄をの鉢巻きを身につけ、復帰前から県民が願い続けた平和な島の実現を諦めまいと思いを一つにした。肌を刺すように太陽が照る炎天下、参加者らは日傘やタオルで日差しを遮りながら、登壇者の言葉に耳を傾けた。平和のために行進しなくてもいい世の中にしよう。市民を傷つけるだけの米軍基地は追い出そう。それぞれの訴えに深くうなずいたり、そうだと声援で答えたりしました。世界平和のために戦い抜くと大会宣言が読み上げられると、ひときわ大きな拍手が会場を包みました。続きまして、琉球新報よりお伝えしたいと思います。琉球新報、こちら総合面からお伝えしたいと思います。自衛官候補生入隊、4年連続計画割れ、
激務少子化背景に、自衛隊の主力隊員による自衛官候補生の入隊が4年連続で採用計画人数を下回ったことが13日分かりました。2017年度の採用では計画8624人に対し、試験を経て入隊の意思を示したのは6852人だった。少子化などが背景となり、防衛省幹部は任務はきついかもしれないが国務を担う人員確保は喫緊の課題だと不安感を強めています。防衛省は毎年退職者数などを勘案し、防衛力を維持できるよう採用計画を立てています。うち自衛官候補生は18歳以上27歳未満が対象、新規採用全体の半数以上を占め、入隊後約3ヶ月の基礎教育を受け正式に自衛官に任命されます。続きまして、じゃあ地域面からお伝えしたいと思います。高齢者支援の拠点増、那覇市地域包括センター18カ所に。那覇市は本年度、高齢者のワンストップ相談窓口などの役割を担う市地域包括支援センターを6カ所増やし18カ所にしました。これで2カ所小学校区あたりセンター1カ所の配置が実現しました。センターは主任ケアマネージャーや保健師、社会福祉士、認知症地域支援推進員ら7人から9人がチームを組み、暮らしに関する総合相談や介護予防ケアプランの作成、認知症などの医療ケアサービスの紹介、権利法要などさまざまな相談支援に取り組みました。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えいたしました。ではフリートーク行ってみたいと思います。はい、今日のフリートークのテーマなんですけれども、家族についてのエピソードを、はい、お聞かせください。よろしくお願いします。はいはいはい、ちょっとすぐにちょっとツイキャス触れてみますね。先ほどアイミルキーさんからテーマ家族の話。うちの母は食品や電気製品の説明書を読みません。うん、なるほど。ラーメンを作ってもらって食べたら味が薄いので、調べたら冷やし中華をラーメンと間違え、タレを薄めて作ったということでしたいや、あのね、説明書はちょっと読んでほしいよねいやー、わかるわ。あ、でも自分、私もね、意外と作ったことがあるものとかは説明書全然読まないで、なんか作り方が変わったとか、なんか入れる、この例えばその袋麺とかだったら、このタレを入れてこのタレを入れるみたいな順番が増えたとか、そういうことになったら完成してから気づく人ですねはい、なんですね。はい、あ、自転車の店、タオさん、今日は若作りするのって。若作りじゃないよ、若いんだよ一応ギリギリまだ若い、若いって言ってる。心はまだまだ18歳ぐらいだと思ってますからはいはい、かなでさんって、あ、ライチさん、かなでさんって何歳って。あ、25です、25歳。アイミルキーさん合ってます、25歳ですね。タオさん、かなちゃんより若いって言ってたよ。いや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 、かな、実はかなの方が年下なんですよね。かなが22?3?ぐらいかな、今年で。そうなんですよ、ライチさん全然
関係ないけどレモンティー好きそうなイメージって、自分レモンティー飲めないですねあ、実は紅茶が飲めません、はい、あの甘い系の紅茶が苦手です。あのなんだっけ、アップルティーとレモンティーは飲めない。あ、ミルクティーも飲めない。そうそうなんです。あのウーロン茶とかはいけますけどねテーマ忘れてたんですけど、ちょっと違う話でちょっと盛り上がりましたが、後半の30分はもう少しトークテーマですね、家族についてのエピソード皆さん教えていただければと思います。はい、なのでそのまま後半も引き続きお楽しみください。ではこちらでまずは前半終了したいと思います。また後半後ほどです。それでは、はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日のワードはこれ、カバカバ。動物園行くといますよね、つぶらな瞳に小さなお耳、お口が大きいの。カバじゃなくて沖縄の方言で匂いという意味なんです。げ、この雑巾牛乳カバーする。何この雑巾、牛乳みたいな匂いがするよ、くっさーい、という感じで使います。いい香りというよりはあまりよろしくない香りに使う場合が多いですね。カバ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 ーする、ってことはカバみたいな匂いがするってことになるのか。ややこしいな。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイ牧師店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る、南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。改めまして FM の方をお聞きの皆さん、はい、おはようございます。はい、5月14日月曜日、ただいまの時刻は8時29分です。カルチャンプルナ沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日、月曜日のお相手は、明るく楽しく元気よくフリーで役者をやっております棚原かなでです。よろしくお願いします。これからの後半30分最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ですね、前半の方でもお話ししましたが、ですね、今日のフリートークのテーマはですね、家族に関するエピソードですね。家族にまつわるエピソードを、お待ちしておりますので、これまた後半で触れていけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、この番組ではですね、リスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp、
または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスとユーストリームで動画配信もしております。ツイキャスの皆さん引き続きよろしくお願いします。はい、で、FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただきますとトップページからお楽しみいただけるようになってありますので、そちらではお楽しみください。よろしくお願いします。はい、トークテーマ、1個だけ、家族にまつわるエピソードなんですけれども、自分お父さんのちょっと話がしたくて、私のお父さんですね、とっても体格が大きいんですよ。めちゃくちゃ大きくて、身長も結構あるんですけど、横にもドーンと大きい感じのお父さんなんですね。で、子供の頃に、自分が見てたあれジブリの作品で隣のトトロっていう作品があるんですけれど、あそこで有名なシーンがあって、メイちゃんが、トトロのお腹に乗って、あなたトトロっていうのねっていうシーンがあるんですけど、あれを実際子供の頃お父さんのお腹でやりました。夢が叶ったと思ったあの時。夢だけど夢じゃなかったと思って。でも激しくジャンプして乗ったから、あの後めっちゃお父さんに怒られた記憶があります。お父さんごめんなさい。はい、で今でもね、25歳でうちの父さん50歳かな今なんですけれども、だいぶ若々しいお父さんでですね、今でも仲良くしています。とっても仲がいい、はい、お父さんです。はい、そんな感じで皆さん の家族にまつわるエピソードもぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、一曲いってみようかな。どうしようかなあ、ちょっとだけツイキャス触れたいと思いますよ。はい、ほいほい、あ、コインありがとう、あ、竹ちゃんさんコインありがとうございます。すいません。アイミルキーさん、誰もテーマに触れてないって本当ですよ。もう少しテーマもね、沿ってお話ししていきたいのでよろしくお願いしますね。はい、ですね、あ、アイミルキーさん、ジャスミンティーは眠りを誘う薬、ジャスミンティーは好きです。サンピンチャーね、サンピンチャー。おしゃれに言ってるけど、あれサンピンチャーですからね。はい、あ、でもなんか結構いい香りがするジャスミンティーは本当にいいやつありますよね。ちょっと飲んでみたいな。なんかさっきからツイキャスではティーの話ばっかりになってますけれども、ですね、あ、タオさん、レモンティー派ミルクティー派って、レモンティーもミルクティーも飲めないので、どちらかというと緑茶か麦茶とかが好きですね。もうちっちゃい頃から飲めないんです。なんか甘い飲み物が本当に苦手で、だからちっちゃい頃もよくお茶と本当に水だけしか飲んでない、おじいちゃんみたいな。おばあちゃんみたいな生活してます。はい、あ、セリーさん、明るく楽しく元気よく ATG、 はい、そうですね、お、 ATG、 なるほどね、明るく楽しく元気よくね、はい、でいきたいと思います。はい、ではでは、そうですね、そろそろ一曲いってみましょうね。はい、最近というかだいぶ前からですけど人気が出てきております、米津玄師さんの曲をお送りしたいと思います。これちょっとアルバムからなんですけれども、だいぶすごいノリが良くて好きな曲なので、ぜひぜひお聴きください。それでは米津玄師で春雷。78.0 時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルーな沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けしたいと思います。はい、本日の天気はですね、曇り時々晴れ、気温の方が最高気温29度、最低気温の方が23度となっております。暑い日になりそうなので、皆さん日傘や水分補給などは、忘れずに、
はい、してください。波の方が1メートルで降水確率はですね、6時から12時が 10%、 12時から18時が 20%、 18時から24時が 10% となっております。比較的今日は晴れが続く日になるかと思いますので、はい、いいですね。雨の日も好きですけど、晴れはやっぱりすがすがしい感じで好きなので、はい、はい、まあ、そうですね。でも気温は高いから皆さん本当に水分補給だけはぜひ気をつけてよろしくお願いします。日差し対策も、はい、なんだっけ、日焼け止めとかね塗ってよろしくお願いします。はい、では道路交通状況の方をですね、あさと交差点の方からこちらまだましの方かな、とっても長い渋滞が今できてますね。はい、で木箱山店からこの鳥堀の方もですね、今だいぶ長い渋滞ができていますので、皆さん渋滞の中はですね、安全運転で別に渋滞の中じゃなくてもぜひぜひ安全運転でよろしくお願いいたします。はい、交差点付近はだいぶ混みやすくなっておりますので、お出かけする今からお出かけされる方はその辺もちょっと注意しながらお出かけしていただけたらと思います。はい、では高速道路の方ですね、こちらは伊賀の方から夜間インターチェンジの方ですね、こちら除草作業が行われております。はい、で沖縄道下りの石川インターチェンジから伊賀の方もですね、こちらも除草作業がされておりますので、高速乗られる方はまたこちらの方も除草作業の方も行っていますので、そちらもちょっと頭に入れながら、はい、運転していただけたらと思います。はい、ではですね、ただいま今日の天気と、8時40分ぐらいかな現在の道路交通状況をお届けいたしました。ツイキャスでですね、何件かテーマの方もテーマ、家族のお話ですね、はい、もういくつか届いていますので、かちゃんさんも届いてくれありがとうございます。後でまた触れますので、よろしくお願いいたします。はい、ではここでですね1曲いってみようかな。はい、もう1曲いってみましょうね。こちらはですね、私私舞台女優でよくミュージカル映画とかを見るんですよ。はい、なのでそのミュージカルで使われている曲とかもちょっと流してみようかなと思いますので、ですねこちら、レントというミュージカルの映画がありまして、こちらの代表する曲っていうのかな、だいぶ有名な曲なんですけれども、そちらをお送りしたいと思います。レントのメインキャストによりますシーズンズオブラブです。どうぞ。 78.0 FM なは、ただいまの時刻は、8時45分を回りました。これからの時間は沖縄タイムズ琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめにこちら琉球新報の総合面からお伝えしたいと思います。キングス準決勝へ、 B リーグチャンピオンシップ。プロバスケットボール B リーグの2017-18シーズンの年間王者を決めるチャンピオンシップは13日準々決勝を行い、西地区1位の琉球ゴールデンキングスはホームの沖縄市体育館で中地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦し、第2戦を66-62、第3戦を17-12といずれも熱戦を制し準決勝進出を決めました。準決勝は19、20日の両日、千葉県の船橋アリーナで千葉ジェッツと対戦いたします。負ければチャンピオンシップ敗退となる名古屋との第2戦、キングスは試合開始直後から
激しい1対1の守備で会場を熱くした。名古屋の素早い攻撃を捉え簡単には終わらせませんでした。攻撃も前日の反省を生かしボールを回し外から内へとパワフルに展開、ペイントエリアでの攻めにつなぎました。続きましてこちらも総合面からお伝えいたします。自衛官候補生入隊、4年連続計画割れ、激務少子化背景に。自衛隊の主力隊員になる自衛官候補生の入隊が4年連続で採用計画人数を下回ったことが13日分かりました。2017年度の採用では計画8624人に対し試験を経て入隊の意思を示したのは6852人でした。少子化などが背景となり防衛省幹部は任務はきついかもしれないが国防を担う人員確保は喫緊の課題だと不安感を強めています。防衛省は毎年退職者数などを勘案し防衛力を維持できるよう採用計画を立てています。うち自衛官候補生は18歳以上27歳未満が対象、新規採用全体の半数以上を占め入隊後約3ヶ月の基礎教育を受け正式に自衛官に任命される。続きまして沖縄タイムスのこちらは社会面からお伝えしたいと思います。平和な島を思い一つ、基地内沖縄実現へ戦い抜く参加者決意。本土復帰から46年が経っても米軍基地が居座り続ける不条理に3500人が抵抗の拳を突き上げました。世界平和のために戦い抜く宜野湾市海浜公園に集まった参加者らは基地のない沖縄をの鉢巻きを身につけ、復帰前から県民が願い続けた平和な島の実現を諦めまいと思いを一つにしました。肌を刺すように太陽が照る炎天下の中、参加者らは日傘やタオルで日差しを遮りながら登壇者の言葉に耳を傾けました。平和のために行進しなくてもいい世の中にしよう、市民を傷つけるだけの米軍基地は追い出そう、それぞれの訴えに深くうなずいたりそうだと声援で答えたりしました。世界平和のために戦い抜くと大会宣言が読み上げられるとひときわ大きな拍手が会場を包みました。最後に沖縄タイムス地域面からお伝えいたします。高齢者支援の拠点増、那覇市地域包括センター18カ所に。那覇市は本年度高齢者のワンストップ相談窓口などの役割を担う市地域包括支援センターを6カ所増やし18カ所にしました。これで2小学校区あたりセンター1カ所の配置が実現しました。センターは主任ケアマネージャーや保健師、社会福祉士、認知症地域支援推進委員ら7人から9人がチームを組み、暮らしに関する総合相談や介護予防ケアプランの作成、認知症などの医療ケアサービスの紹介、権利擁護などさまざまな相談支援に取り組んでいます。以上、琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えいたしました。はい、
それでは、フリートーク行ってみたいと思います。家族にまつわるエピソードですね。はい、皆さんよろしくお願いします。あ、その前にですね、ちょっとお待ちくださいね。そこに触れる前にですね、ちょっと皆さんに5月になってですね、新コーナーとして、波の上海空日記ということで、毎日波の上海空公園の情報をお伝えしていく予定でしたが、担当の比嘉さんからやっとメールが届きました。ありがとうございますではでは、今日の海空公園の情報を紹介します。丸1、大食い対決参戦希望。2、ミムさんは芸能人ですか。いや、比嘉さん、これ海空公園の情報じゃないですよね、はい。FM 那覇のスタッフで、あさとみむさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、大食い対決をするっていう情報が公開されたので、その件についてのコメントですかね。はい。とりあえず大食い対決参戦については社長にお伝えしておきます。はい。ミムさんの件については FM 那覇のスタッフさんですが、モデルやイベントの司会などもするマルチに活躍している方なんですよ。はい。詳しくはミムさんの Facebook など見てくださいね。ということで、海空公園は今日も元気に皆さんのお越しをお待ちしております。波の上ビーチの遊泳時間は9時から18時まで、シャワーの利用時間は19時終了となっております。海空公園ではマリンレジャー、バーベキュー、ダイビングが楽しめますので、楽しいゴールデンウィークを週末とかですね、を海空公園でお楽しみください。以上、今日の波の上海空日記でした。比嘉さん、明日は海空公園の情報ちゃんとくださいねよろしくお願いします。はい、ということでフリートーク行ってみたいと思います。もう3分ぐらいしかない、やばいやばいはい、ですね、ツイキャス行きますよ。コイスルカッちゃんさんから、あ、はい、テーマ家族の話。かっちゃんの家族はね、みんなお寿司大好きなんです。もう週3回は回転寿司食べに行ってますかね。以上です。あ、すごい、週3回も、週3で寿司そうです。あの、私ね、あの刺身がダメで、なので、あの回転寿司って20歳になってから初めて行ったんですよ。あの、美味しそうなんですけれども、あんまり食べれなくて、はい。でもすごい、週3回いいですね、お寿司。いやー、また次いつ行くのかな、また行った時何食べたか教えてくださいね。はい。で、アイミルキーさん、テーマは母の話。母はうっかり者です。パンが飛び出るとトースターの上に保温だと言ってコーヒーが入ったガラスのポットを置いてしまい、パンが飛び出てポットが飛びましたいや、なんアイミルキーさんのお母さん面白いなうわー、面白い。保温って保温って危ない危ない。あ、ちょっと話ずれますが、タオさん、トトロみたいなお父さんいいな、優しそうで、めっちゃ優しい、優しいっていうかね、うちのお父さんはですね、陽気な人ですね、とっても。はい。タオさんですね、やはり年ごまかしてるって、ごまかしてません。正々堂々じゃなくて、なんか正真正銘の25歳ですアイミルキーさん、かなでさんは25歳で芸歴40年ですかって、おいおいおいあの、あれがおかしいじゃないか、あの計算がおかしいじゃないですか。いやー、あ、テーマ飛ばされたし、かちゃんさん今ちゃんとね、あの、はい、紹介しましたよ。あ、セニーさん、テーマ家族の話。うちの中学生にガラケー持たそうか悩んでいます。絶対どっか落としてくるはずだし、公衆電話少ないからな、どうするかなあー、すいません、ちょっと結構ね、はい、皆さんコメントをたくさん本当にありがとうございます公衆電話少ないけれども、一応持たせておいた方が、あ、ね、いいかなと思いますよ、携帯電話は。はい、すいません、ちょっと触れられなかったコメントとかもちょっといっぱいあったのですが、そろそろモーニング那覇終了のお時間となりました。明日は綿貫かながお送りしますので、そちらもお楽しみください。よろしくお願いしますね。はい、ではでは、じゃあまた来週よろしくお願いします。